神奈川県みんなでビューティービーエンターテインメント広報カナフル TV のお時間です。司会の田崎ひかりです。さあ今日は熊井ちゃんと平野くんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。こんばんは。ねえ、暑い日が続いてますけれどもね、はい、元気出していきましょう。はい、はい、はーい、ルイルイです。さあさあ今日なんですけれども、はいはい、まずですね、神奈川県では文化芸術の力で人を引きつけて地域のにぎわいを作り出すという取り組み、はい、マグネットカルチャー、うん、通称マグカルをね推進しているということは、まあ、皆さん知ってはいることと思うんですよね。この番組でもね、なんかね、はい、やっていますが、先週もねバイト賞を紹介しましたね。そうなんですよ、うんうん、でもねこの県以外にもそういった取り組みをねしているところがあるんですよ。ほうほう。それがね横須賀市なんです。横須賀市、はい、横須賀市はですね音楽スポーツエンターテインメント都市を目指していまして、うんうん、あの県のねマグカル開放区と横須賀市の横須賀街中ミュージック、うん、これねあのコラボイベントも実施していたりするんですね、うんうんうん。やっぱね、芸術ってすごく大きいんですけれども、まあ、それで盛り上げようとしているこの横須賀市なんですが、はいはい、この夏ですね横須賀と三浦半島を盛り上げるべく行われているのが、うん、カレーの街横須賀20周年と京急電鉄120周年事業なんですけれどもはい、はい、これに合わせてですね世界的にファンの多いあのアニメとのコラボ企画が実現したんですよ。これおお、なんだ。はい、そのアニメというのがこちらです。なんだろう。それは世界中の海賊たちが集まる祭り。これは海賊王からの挑戦状だ。その手に宝を掴もうではないか。出た出たワンピース。皆さんもちろん知ってますよね。はいはいはい。そうなんですよ、あの大人気アニメワンピースとコラボしたんですよ、すごいですね。すごいすごいでしょ。でも実はねワンピース自体もこのアニメとしての放送スタートからなんと20周年の節目の年でもあるんですね。もう20なんですよ。ちょっと今回私がロケに行ってきたんですけど、まず一つ目が京急沿線真夏のワンピース列車、そしてもう一つが宴島2019モンキー D ルフィ島です、うんうん。さあまずはですね舞台の一つとなっている京急電鉄の方から見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。どうぞ。さあ私は今京急の横須賀中央駅のホームにいるんですけど、なんと京急電鉄さんとワンピースがコラボするんですよ。ということでラッピングされた電車がもうすぐで来るそうなんですよ。見えたぞー。お、あの電車ですかね。あ、色が違う。ブルーだ。おー、すごい。あ、絵柄が書いてある。すごい、テレビアニメワンピース20周年のラッピングになってる。ゾロですよ、ゾロゾロゾロ。いやーすごい。あ、これあれですね、1両目から順番に見ていくとこのワンピースの物語が続いてるんですね。すごい。なんか他にもあの黄色と赤の電車もあるみたいで3色見れるらしいんですよ。あ、すごいすごいすごい。車内もワンピースになってる。ちょっとニヤニヤが止まらないですね。いやー、行っちゃう。乗りたかった。バイ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 。あ、手振ってくれてる。バイ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 、行ってらっしゃい。この夏京急に乗ってワンピースの世界へ旅立とう。京急宴の線と書いて沿線を彩る3色のラッピング列車、レッド、イエロー、ブルー、それぞれの電車が楽しいテーマでワンピースの世界観を表現しています。この夏乗って旅するしかないですね。お、横スタンピード中央駅、 あれですね、劇場版ワンピーススタンピードにかけて、いや横須賀中央駅がかなりパワーアップしてますよ。いやちょっと
今日はよろしくお願いします。石塚さん、はい、あのワンピースとのコラボはどういったものなんですか？そうですね、もうワンピース、テレビアニメワンピースが、20周年を迎えたということと、当社京急がですね、はい、あの120周年ということで、まあ、アニバーサリーのコラボということで、おめでとうございます。記念すべき年にコラボということですね、はい、ちょっとさっきから気になってたんですけど、はい、指につけているものは、はい、こちらですね、ちょっと指人形になっておりまして、はい、弊社ですね、お得な切符というものを展開しております。あの三崎マグロ切符だったりとか葉山女子旅切符、はい、こちらの横須賀を展開している横須賀満喫切符ということで、それぞれの切符と交換できる指人形になっておりますので、オリジナルのデザインでございますので、すごい似合ってますよ、はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ似合ってます、だってルフィとかがもう制服を着てるじゃないですか、はい、そうですね、これはちょっと液晶の制服を着たルフィと指人形をつけて、はい、いろいろコラボイベントを楽しむのもそうです、ね、はい、ポイントですね。ぜひ巡っていただければと思っております。あとちょっとこれは一体何ですか？はい、これはあの謎解きミッションラリーといいまして、はい、今回の、コラボイベントの中で、7つの駅の駅看板装飾をしているんですけれども、そちらを巡っていただいて謎を解いていくというようなゲームになっております。あ、ゲームもあるんですね、はいはい、そうなんです。ワンピース列車のオリジナル駅名看板、横スタンピード中央駅を含め7駅がオリジナルの駅名になっています。ちょっとクスってしちゃいますよね。また駅を巡ってワンピース謎解きミッションラリーにも挑戦しよう。いや、すごい盛り上がってますよ。これは皆さん行くしかないですよ、このコラボイベント。行くぞ行くぞ。あんなに白心で行きますか、楽しそう、めちゃくちゃ楽しいんですよ。この駅名の名前も、ね、ちょっとクスッとできるような、僕全駅知ってるからちょっと面白いっすわ。こじつけ感が個人的には小金町がね、ゴールドロジャーって書いてあるのがちょっと面白いですよね。そしてですね、あの京急油壺マリンパークでも9月16日までコラボイベントを開催されているんですね、はいはい、チョッパーとイルカアシカが共演するショーとかね、作品に登場する魚人人魚のキャラクターが自分たちのモデルになった海の生き物を説明するという特別展もあったりして、お楽しみ盛りだくさんですよ。しっくりくる、うんね、さあまだまだなんですけど、楽しみは京急電鉄の宴だけではありません、うん、まだあるんです。続きをご覧ください、どうぞ。もう一つの宴を体験する前に、くまいちゃんが訪ねたのは横須賀市役所。ありましたよ。どうしたの？いや、見てくださいよ、もう横須賀の市役所にルフィがドーンといますよ。横須賀は俺の縄張りにするルフィ。いやー、旗もしっかり立ってますからね。なんと横須賀市役所もワンピースとコラボ。市役所周辺はすでにルフィの縄張りにされてしまった感じです、うん、目立ってました。市役所の中にもキャラクターたちが、いやインスタ映え、うん、見てください、ちょっと市役所の中まで、あ、すごい、あ、こんにちは、今日はよろしくお願いします。いや、もう市役所もうワンピース一色ですね。そうなんです、市役所の中も市内もあのワンピース一色になってます。すごい盛り上がりですけど、そうなんです、このワンピースとコラボするきっかけになったのはなぜなんですか？あのワンピースが、まあ、海の海賊をテーマにした物語なので、はい、横須賀の海もあるし島もあるしということで、うん、そういった世界観があの似てるということで今回のコラボイベントの実施につながりました。あ、じゃあ結構いろんなところで盛り上がるイベントをやられてるんですか？まあ、市役所も含めて商店街とかあのもうあのワンピース一色になってますので。さあ、横須賀中央駅の駅前にやってきましたけど、はい、またここもちょっとワンピース尽くしじゃないですか？そうなんですよ、はい、こちらの横断幕とか、はい、またそこのビルの懸垂幕も赤い、あそこにも、はい、あそこもルフィになってますし、あとあのこの、そうなんです、通りの三笠通りの商店街もフラッグが両側についてますね。すごい、両側にずらっと、はい、もっと他にもそうなんです、まだまだあるんですよね、はい、今回ですね、はい、こちらのコラボグルメが全部で11種類ございます。すごい、はい、種類豊富ですね。そうなんですよ、あのまたこのキャラクターごとに、はい、メニューが違うんですか？コンセプトというか、はい、あのモチーフにしてイメージして作った作品なので、いやこれはちょっと食べたいですね。
行きたい、行くぞ。関山さんの案内でやってきたのは横須賀中央駅と隣接する横須賀モアーズシティ内にある河原カフェ&ダイニング。こちらのお店ではルフィとのコラボグルメ、楽しみですね。ちょっとどんなものが来るのか、はい、お願いします。はい、おお、ありがとうございます。いや、すごい可愛いですね。特典のコースター、コースター、はい、これが、これはいただけるんですか。はい、特典でございます。やった、このメニューを頼むとこのドリンクとコースターもついてくるんですね、はい、このメニューのポイントは、まずトレードマークですね、ルフィのトレードマークの、いや、ここですよね、はい、麦わら帽子をイメージして、すごいちゃんと細かく、はい、これは細かいですね。海苔ですか、何ですか。そうですね、海苔ですね。またこの迫力のあるお肉は、そうですね、いつもルフィがかぶりついてるお肉をイメージさせていただきました。骨付きですね。はい、骨付きの、ずっしりとしてる、またいい香りですね。ルフィのお肉いただきます。うん、うん、おいしい。カレー風味です。めちゃくちゃおいしい。これは力が湧いてきますね、うん、やっぱ商店街もより華やかになりますね。そうなんですよ、はい、商店街1店舗1店舗がもうワンピースに染まってる感じになりますんで、いやー、これは素敵ですね。反対側もですもんね。そうなんです、両側なので、もうどこ見てもワンピース、どこ歩いてもワンピース。あ、そうだ、はい、こちら今ですね、商店街を巡るスタンプラリーっていうのをやってまして、スタンプラリー、市内をこう回っていただくと、わあ、オリジナルのスカジャンが当たるということでキャンペーンやってますので。あ、横須賀だからスカジャンなんですね。はい、ワンピースにあふれた横須賀を回ってぜひスカジャンをゲットしてほしいなというふうに思ってます。すごい、このスタンプもまた一つ一つ場所によってそうなんです、デザインが違うんですね。これは、はい、楽しめるかなと思います。ワンピース横須賀スタンプラリー、商店街11カ所のスタンプを集めて、うん、オリジナルのスカジャンをゲットしよう。すごいね、どんなのなんだろう、うん、さあ続いてのコラボグルメは横須賀ポートマーケット内にあるお店、横須賀ジェラートファクトリー、可愛い人気者とコラボです。すごい、美味しかった。あ、はい、ありましたよ、これですか、はい、チョッパーのレインボーパフェ、はい、すごい可愛いらしいですね。いや、またちょっとこのジェラートもたくさんあるんですよ、すごい種類豊富で、はい、このお店自体がもうメルヘンな感じで素敵ですもんね。はい、ここのジェラート屋さんは何種類くらいジェラートがあるんですか。そうです、常時12種類をご用意してます。12種類、はい、わー、チョッパーのレインボーパフェも人気ですか。はい、大人気です。おー、だってもう見栄えも可愛らしいですもんね。ちょっと私もよかったら食べたいなと思うんですけど、はい、いいですか。はい、ご用意いたします。ありがとうございます。はい、こちらがチョッパーのレインボーパフェです。なるほど、すごい、はい、もうインスタ映えですよ。再現されてる、チョッパーがあって、あれパン、パンなんです。そうなんですよ、あ、かわいい。どうですか、美味しいですか。美味しいです。すごい、もうかわいい、もうアイス食べてるだけで絵になりますよ。ちょっと CM 見てるみたいだもん今。お待たせしました。はい、わー、行きました。ありがとうございます。いや、もうかわいいですよ。これもしかしてチョッパーの角ですか。そうです。いやー、そこまで再現されてるんですね、ちゃんと。頑張りました。で、アイスもまたすごくカラフルで、何種類入ってるんですか。7種類ですね。おお、ブルーハワイと、はい、マンゴー、はい、ミルク、ブラッドオレンジ、ベリーミルク、抹茶、チョコレートの7種類です。もうカラフルですね。チョッパーの片耳をちょっとアイスをつけていただきます。うん、あ、うまい、このパンのいい香りが。
口の中に広がってしっかりとした食感ですね。はい、うん、あ、美味しいです。このジェラートのこだわりはあるんですか？はい、ソフトクリームとジェラートのミルクに関しては横須賀唯一の関口牧場さんの牛乳を使用しております。あ、すごく滑らかで舌触りがいいですもんね。はい、へー、うん、美味しい。皆さんもこのコラボグルメぜひ食べてみてください。うまい、うまい、いいですね。美味しそう。コラボメニューもいいし、スタンプラリーもやっぱり、横須賀の街歩くだけでも本当楽しいから。そうそうそう、本当ワンピース一色になってたんですよ。そしてお土産がありましてですね、はいはい、ワンピースとコラボしたケーキを持ってきました。嬉しい、カテゴリー移動しましょう。どんなやつだろう。ワクワク、うわ、綺麗ですよ。あ、すごい、はい、こちらケーキ&コーヒーアトリエカフェのタルトフルールお持ちしました、はい、どうぞ召し上がってください。これはどんなところがコラボしているのかしら。あのキャラクターのロビン、はいはいはい、とのコラボなんですよね。なるほど、すごいな、すごい。わ、いただきます。うん、うん、ジューシーでサクサク、本当だ、うん、フルーツもおいしい、すごいフルーティーでおいしい。またこの見栄えも可愛いですよね。ねえ、テンション上がります。これもインスタ映えですよ、ね、めちゃめちゃおいしいですね。あ、すごい。でコラボメニューを頼むとこのコースターもいただけて、ね、可愛いよなこれ。じゃあ家族分集めるためにはいろんなとこ行かないと。あとこのスタンプラリーの方もね、ぜひ楽しんでいただいて、ね、やっぱりこの街を挙げて、もう一色にしてやってるっていうところがいいですよね。すごいですよね。あんだけいろんなところに、あの細部までというか、ね、その世界観に入れるのがね、ここまで大規模ってあんまないですよね。そうですね、ないない。さあ続いては最後の目的地です。どうぞ。さあ関山さん、最後はやっぱりあれですよね。あれです、ルフィ島ですよ。そうなんですよ、ルフィ島です。ここは外せないですよね、やっぱり、はい、ここはメインなんで、はい、おー、はい、ワクワクしてきますね。楽しみに行きましょう、はいはい、では出発をお願いします。お願いします。今回のメイン会場となるのが東京湾に浮かぶ無人島猿島、その名も宴島2019モンキー D ルフィ島。さあこの船ですね、もう海賊船ですよ。そうで、はい、約10分間乗るって、うん、あと見てください、このアナウンスも、アナウンスもルフィの声になってて、すごい、ふんだんに、もう船内がワンピース仕様になってるんですよ。この10分間乗ってる間にその世界観にこう入っていけるっていうのが ね、 いいね、楽しい。本当海賊になった気分でめちゃくちゃテンション上がります。ナミとか、あ、ナミの声もだ。そうなんです、ナミも喋ってるんですよ。本当だ。いよいよ宴島に、宴島に、ルフィの島にお邪魔します。いやもう本当ワンピースの世界観が出ますね、はい、この島は。もう入り口から出てますからね。あ、もうちょっと海賊の島って感じがしますよ。なっちゃいますか、海賊に。なっちゃいましょうよ、ちょっと、はい、いやー、すごい、すごいですよね、本当に。東京湾に浮かぶ無人島猿島がルフィたちの縄張りに。麦わらの一味やその他のキャラクターたちが出迎えてくれます。至る所にインスタスポット、この夏の思い出に一枚パチリ。くまちゃん、いい感じ。これはあれですよね、さっきの船の上から見えたルフィだ、はい、ルフィです。あ、すごい、ここも海賊船の一部ですか、これ。そうです、船首の部分ですね。うん、はい、あの、あちらにいるバルトロメオっていうキャラクターが作った、はい、ゴーウィングルフィ先輩号という船の模型になってます。すごい、これ実際登れるんですか。乗れます、乗れます。え、ちょっと乗ってみましょう。おー、横須賀の景色が一望できます。いいですね、これぞ海賊船だ。そうなんですよ、海賊王になった気分で。せーの、海賊王に俺はなる。
そして気になるのはグルメ、うん、オーシャンズキッチンではワンピースとの限定コラボメニューが登場。島に渡らないと食べられない一品に注目。くまいちゃんが選んだのは正義横須賀海軍カレー。横須賀、そして夏の海といえば、うん、カレーは鉄板だよね。美味しそう。海軍カレーはやっぱり横須賀ならではですからね。はい、うん、の濃厚で、うん、ただ甘いカレーですから小さいお子さんでもすごい食べやすいですね。はい、食べやすいカレーになっています。みんなが大好きな味です。これいいですね。横須賀一望しながら。そうなんです、横須賀の海を見ながらワンピースのコラボメニューを食べて。はい、すみません私だけ。大丈夫です。大丈夫です。このグルメの他にも何かおすすめはあるんですか？そうですね、事前に予約が必要なんですけど、はい、バーベキューができます。ワンピースのコラボバーベキューみたいな感じで。バーベキューもちゃんとワンピースのコラボになってるんですね。そうなんです、肉がですね、はい、ルフィ肉が好きなので、はい、1.5 キロのお肉が出てきますんで。 1.5 キロ。そうなんです。いや、じゃあこれはみんなでシェアして。そうなんです、予約していただいて、はい、ぜひたくさん食べていただければなと思います。いや、いいですね、夏の思い出が作れそうですね。見ながらバーベキューしていただければなと思います。うん、最高。さあ、そして、うん、こちらもおすすめなんですけど、うん、携帯でアプリをダウンロードして、うん、デジタルスタンプラリーのポイントでスカンをすると、うん、各キャラクターの駆け下ろし画像と一緒に写真が撮れちゃうんですよ。一緒見ててください。こうやってスカンすると、あ、ナビが出てきて、これ自由に写真を撮ることができる。あ、なるほど、ルフィと一緒に写真が撮れちゃうんです。なるほど、お、いいいいいい、これ面白い。ほら、スリーショット、うん、これは嬉しいですね。そうなんです、これが島の中に12カ所あるので、これ探してもらって、いろんなキャラをダウンロードしてもらっていろんな写真を撮っていただければと思ってます。あ、じゃあこの写真をコンプリートして。そうなんです、コンプリートしたら素敵な特典もあるので。さらに。そうなんです、特典まで。はい、ちょっとこう海軍港って書いてありますけど、はい、ここですね、はい、明治時代に陸軍とか海軍が、はい、国を守るための施設をいろいろ作ったので、はい、ちょうど砲台とかがあるんで海軍の港として記載が。じゃあ残ってるんですね。ここ。そうです、はい、島の中にいろんな施設が残ってるので。そうなんですね、はい、そちらも楽しみながら、うん、さあだいぶ登ってきて、ね、ここちょっとまたガラリと雰囲気がありましたよ。壁ももう雰囲気がある感じですね。うわ、本当に海賊の島にやってきた感じが。そうですね、増してきましたね。ま、島ですね。さあ見てください、この猿島の歴史的な風景、うん、すごい。これいいね、この場所、探検に出てるみたいでした。あとこの杖もですね、うん、私たちが使ってる杖、気になってない、気になりましたね。これ無料で使えるので、あった方が便利です。はい、またこうやって要所要所にあるんだ。ウソップとも一緒に写真撮って、なんか涼しそう。涼しそう。いや、この猿島とワンピースのコラボでより魅力を感じますね。魅力が溢れちゃってますね、うん、島に。うわ、またここが。そうなんですよ。トンネルですか。そうなんです、トンネルなんです。ここすごいたくさんの方が撮影してますけど、はいすね、ここもやっぱり明治時代のトンネルがまあ残ってるような感じなので。はい、そうなんですね。結構私たち歩いてきましたけど、はい、これ大体全部回ると、全部回ると1時間かかります。普通に回って、でさっき のスタンプラリーをやると、はい、さらに時間がかかるので。そうですね、はい、もう本当に半日がかかっちゃうかもしれないです、うんうん、はい、あとキャラクターたちと写真も撮ると、全員撮るってなったら、まだチョッパーに私出会ってないんですけど。そうなんです、チョッパー島の中にいるので、そちらも探しながら島を回ってっていう。さらにこの奥にいるんですか。いるんですよ。いやー、これは皆さんちょっとチョッパーと写真撮って、ぜひカナスタグラムの方にハッシュタグもしっかりつけて投稿してくださいね。私も投稿するためにチョッパー探し行ってきます。じゃあ行きましょう。行きましょう。
どこかな。僕かな。いいですね。もうそもそも猿島の雰囲気がね、最高でしたね。ワンピースにぴったりなんですよね。そうそうそう、だから本当に自分がちょっと海賊になった気分になれて、世界観がすごい、なんか上陸した感がありますね。あの写真を撮ったりとかコラボメニュー食べたり、あとデジタルスタンプラリーはぜひやってもらいたいです。面白いね、やってみたい。いや島でイベントがあるっていいですよね。やっぱりワンピースでも実際いろんな島に行きますしね、本当に雰囲気に浸れるなと思いますけれども、さあそのワンピースなんですけれども、はい、なんとですね、この夏3年ぶりとなる劇場版が公開されます。世界中の海賊たちが集まる祭り。これは海賊王からの挑戦状だ。その手に宝を掴もうではないか。しかし いやこのシーンで終わっちゃうの。衝撃的な映像ですけれどもね。でも、まあ、映画を見てその世界観を感じながら、あの横須賀の街がぴったりじゃないですか。ぴったりだと思います、ね、雰囲気に、うん、だからあのね、劇場版このワンピース、うん、スタンピード、はいはい、これはですね、うん、8月9日より全国の映画館にて公開です。なんか盛り上がって大変なことが起きそうな感じはね、しましたけど ねちょっと後でこう追体験するような感じでこう回ってもいいですね、うんうん、映画見てから回っても面白いですし ねぜひ皆さんも、お出かけください。横須賀猿島でワンピースを楽しもう。お送りしました。